グロッティの歌とは、コノルドゴシの一編である。イシウスの歌とも、詩は時に、北欧神話を現代に伝える、詩のダの中に数え入れられている。また、その物語の前後の事情を説明する神話とともに、スノリ,リストゥル,ルソンの三分ダの写本の一つに残されている。神話はまた、少しずつ変化しながら、 北欧の童話として独立して残った。そしてペッテルクリスティン・アスビョルンセント・ヨルゲン号によって、彼らの著作、ノルスキー・フォーク・イーブンタに、海の水の塩辛いわけという名前で収録された。スノリは、3文、エッダ第2部、死後法において、次の物語を語っている。スキョルドは、今日、デンマークと呼ばれる国ゴットランドを統治した。スキョルドは、 彼の王権を継ぐフリズレーブという名の子を得た。フリズレーブには、フロージという名の子がいた。彼がフリーズレーブの後を継いで王になったが、これは、アウグストゥスが、地上に平和を宣言した時代であり、そしておそらく、イエス・キリストもこの頃に生まれている。平和が北欧を広く支配したが、それは、フロージの平和と呼ばれていた。北欧は平和だった。たとえ、ある人が、 彼の父や兄弟を殺した者が自由でいたり、拘束されていたりするのと出会っても、人は相手を傷つけなかった。また、略奪者もいなかった。そのため金色の腕輪は、長い間、イェリングの荒野に残っていることができた。さて、王、フロージはスウェーデンに、王、フィオルニールを訪ねた。そして彼は、フィオルニールから、二人の女の奴隷を買ったが、フェニアと、 メニアという名のこの女巨人は体つきが大きく力も強かった。デンマークには人がそれらを使うにはまるで力が足りないほど大きな2個の石臼があった。しかしそれらの石臼を回した人は自分が願うどんなものも石臼に生み出させることができた。この石臼はグロッティと呼ばれていた。それは変儀恐怖トによってフロージに与えられたものだった。 フロージは、フェニアと、メニ、ヤに衣スの作業を義務付けた。そして彼のために、黄金、平和、幸福を引くよう命じた。さらに彼は、死を朗唱する間、または、格好の沈黙より長くは、フェニアとメニ、ヤに休憩も睡眠も与えなかった。フェニアと、メニアは復讐のために、グロッティの歌という名の歌を歌い始めた。そして歌いえる前に、二人は、 ミューシングという名の歌謡に引き入られる軍勢を生み出した。ミューシングは夜の間にフロージを攻撃し彼を殺して多くの略奪品を持って去った。これがフロージの平和の終わりであった。ミューシングはフェニアとメニアを連れ出したばかりかグロッティも持ち出して自分の船に乗せた。そしてすぐに二人に塩を引くように命じた。真夜中、二人は ミューシングが十分な量の塩を得たのではないかと彼に尋ねた。しかしミューシングはさらに引くようにフェニアとメニアに頼んだ。船は海上にあった。ほんの短い間、イシュースが回って塩が引き出されると船は塩の重みに耐えられなくなり海中に沈んだ。フェロー諸島で2001年に発行された郵便切手シートの台紙に描かれた中に グロッティを回すフェニアとメニアが描かれている。海の水が石スの中心の穴を通って流れ込み始めると巨大な渦が生まれた。その時から海は塩辛く変化し始めた。グロッティの歌は時に死の枝にも数え入れられることがある。10世紀に詩人エギルが作った詩にフロージの石スという表現があり、この頃にはよく知られていた詩だと考えられている。 デンマークからノルウェーに伝わったと考えられている。前述の三文、エッダーにこの詩の一部が引用された。詩は未来が読めると言われるフェニアとメニアがフロージのもとへ連れて来られ、イシュウスを引く作業を命じられるところから始まる。他の奴隷が眠る夜も作業を続けなければならない二人が歌う歌が詩の大半を構成している。その歌では二人が 山の巨人の意地とアウルニル兄弟から生まれたこと、自分たちが山から巨石や巨岩を転げ落としたために人間たちの前に今それがあること、スビージオーズでの戦争に参加して戦い、勝利をもたらしたことを歌う。さらに、フロージの城に敵が押し寄せてきて火をかけること、フロージがフレーズの玉座も腕輪もイシュースも失うこと、そして、 ゆるさの子でありてでもある英雄フロールブクラキが、ハールブダナルと共に、フロージに復讐することを歌い、最後に力任せに石臼を引いて、これを真二つにしてしまった。なお、研究者、ベンジャミン・ソープは、三分、エッバでの石臼合達と改定で、臼が塩を引き出しているという話は、広大の過失であり、本来の話は、石臼がフロージの城で破壊されるところで、 終わっていただろうと考えている。フロージのために、石スから黄金を引き出したことにちなんで、黄金は、フロージの粉というケニングで呼ばれている。また、詩人、スネービョルンが作った詩には、グロッティが、海のケニングとして用いられている例がある。同じ詩の中には、英雄アムロージの石スという表現も海のケニングとして用いられている。北欧に平和と、 豊かさを導いたフロージ王とは伝説の中で人間の王に変わった北条新フレの姿であると多くの専門家は考えている。したがってこの神話はかつてフレがどのようにして北欧に平和と豊かさをもたらしそれがどのように終わったのかを伝える物語であるとされる。吉田敦彦の指摘では古代ギリシアの女子詩オデュッセイアに この神話と類似した構造が見られるという。オデュッセアでは、英雄オデュッセウスが故郷へ帰り着くと、妻に求婚する人々が彼の館を占拠し、欲しいままに資産を浪費していた。それは、平和で豊かな、北欧の黄金時代を連想させるような描写である。第二0巻においてオデュッセウスは、明け方の空を仰いでゼウスに祈り、館にいる者の口から、 卓戦の言葉を聞かせて欲しいこと。屋外では、ゼウス自身に兆しを表して欲しいことを祈る。すると、ゼウスが彼方の空で雷鳴を轟かす。さらに、他の奴隷が仕事を終えて眠った後もノルマを果たせず、一晩中引き薄で作業をしていた奴隷の女が、雷鳴に気づき、ゼウスがこの雷鳴を誰かのために、兆しとして表したのなら、私の言葉も聞いて欲しい。 私に子を引かせて苦しめた求婚者たちの今日の食事が、彼らの最後の食事となるようにという。これが、オデュッセウスの耳に届き、彼は求婚者たちが滅びることを知る。そして、海からやってきた、ミューシングの攻撃でフロージが殺されて、北欧の平和が終わるように、海を渡って帰還したオデュッセウスによって求婚者たちは、殺され、その快楽の日々に終止符を打たれた。 いずれの神話の黄金時代も一晩中薄を引かされるという過酷な労働に苦しめられていた奴隷の女の呪いの言葉がきっかけとなって突然破滅して終わってしまうのである。エッダ古代北欧海洋集215ページの説明によるとフレーズとはシェラン島の古代デンマーク王家の住居のあった場所。現在のレーレ。なお、 ヘームスクリングラ北欧王朝誌53ページでは、それぞれ、フレーズラ、ライロと表記されている。エッダ古代北欧海洋集215ページの説明によると、ヘルギ・ハール・ブダナルソンが、自分の求婚を断った王妃を犯して生まれた女性、ユルサを後に妻にし、フロール・ブクラキが生まれたという。ありがとうございます。